こんにちは。速歌塾の久保です。今ね、ポストに幸福の科学さんからこういったね、雑誌が届いてました。あのこちらから発注したわけでもないんですけども、こうやってね、えー、素晴らしいコンテンツを無償で届けてくださることに、まあ無類のね、愛情を感じますねあの。特にこの中には人々の心を誘導してね、なんかこう、他国に侵略するためのモチベーションにしようとか、 誰か人から奪って自分だけは豊かになろうっていうそういうふうな考え方は一切ないんですよねでもなぜかね宗教の話をすると騙されているとかね洗脳だとかってそういう言葉が飛び出るんですけどもあのこの宗教に入るかどうかは別にして別にしてですよここに書いてある内容はどれをとっても素晴らしいことだと私は思いますねで誰でもいいんでここに書いてあることを一つでも表現することによってきっと 人を豊かにに幸せに導いていけるとは思うんです,よですんで自分で誰かを幸せにしたり癒したり楽しい気持ちにさせることに自信がない方はこういったものからねあの人を喜ばす、まあ、お言葉ですとか考え方を学んでいってはいかがかなと思いますもちろん聖書でもいいですしそれからね基本的にはね あの昔オウム真理教ってあったじゃないですかオウム真理教の真理も私読んだことないんですけども多分人を引き継げるものがあったと思うんですよでその活動のまあクライマックスはとっても破壊的なものになってましたけどもでも基本的にはそこに魅力があるから人は集まっていくんだと思いますですんでねこの幸福の科学も人が集まりお互いを幸せにするために、まあ、いろんな考え方や行動理念があったりとかね なかなかそこに至らない自分の未熟さに気づいたりとかそういったことがいろいろあるんじゃないかなと思いますここにもね早速書いてますけども他人の愛に対する感謝ですよねだから誰かが自分に向けている愛情に感謝してますかってことなんですよ例えばねこの手元に漫画があります漫画ねこれなんで私は買ったんでしょうか不愉快な気持ちになりたくて買ったと思います違うんですよ楽しみたくって買ったんですよ読むと楽しいい面白い 思い出に残る人に話したくなるねということは私はここから喜びを感じてててるるる幸せを感じている愛情を感感じじ愛情ゃあこの漫画っていききなり自然発生的にででたんでしょうか違いますよね原作者の秋元治さんが自分の経験やいろんな情報収集とかエピソードの中からどうやったら分かりやすく楽しんでいただけるかなってことを考えに考え抜いてそしてそれを表現するためだけの 画力を身につけて背景もちゃんと書いてアシスタントさんを雇ってで出版社と契約をして私の手元にこういった書籍としてね届けられたわけです無数の人の愛情がこの中に関わってると思いませんかでそこに対して私はお金を払って皆さんの愛情に対して恩返しをしてるってことなんですよねじゃあお金を稼ぐここととって悪いことなんでしょうか。例えば何とか塾とかね有料のオンラインサロンがありますと毎月3,000円の課金されてますとか どっかの情報商材は50万しますとかってこれはその情報商材を買って不愉快になる人が買ってると思います少なくとも買った時点では期待をしてワクワクして夢を見て買ってると思うんですよで買った瞬間はものすごく喜んだと思うんですよあとはその後どうなるかっていうのは例えばね漫画を読んでみてつまんなかったなっていうこともあるでしょう。上昇情報商材を買ってみてねつまんなかったなんか役に立たなかったってこともあるでしょう。そして宗教に入ってあんまり良くなかったなってこともあるでしょう。 結果はそれぞれなんですよねじゃあ今日は幸福の科学からちょっとお話してみましたありがとうございました